チャンネル登録ありがとうございます。まあまあ通知が来ても無視してもらったらいいだけなんでね、皆さんお気軽にチャンネル登録ね、押してもらったらチャンネル登録を押してもらったらもうそのパソコンとかスマホ捨ててもらっても大丈夫ですんで、別に。さあ行きましょう。ランシッド・アバトワーってどんなステージやったっけ。こんなステージか。今回は、パークはずさんな肉屋、ナースコール、死恐怖症、ピエロ恐怖症。死ぬのも怖いし、ピエロも怖い。死んでいくピエロ見たらもっと怖いんやろな。お。というものに加えまして、チェーンソーのアドオンに汚れたチェーンというのを、ああ、ここで追いかけっこしたくないな、つけてきました。チェーンソーで切られたやつが、あ、間違えたボタン重症効果に苦しみ、しかも修理速度が低下すると。これを当てたいです。しゃがんでるということはスプバか。スプバない。お、どこ行った今。というわけで、まあうまくいけばいいなと思ってるんですが、チェーンソーを当てればずさんな肉屋。お、これはよし。プラスチェーンソーの重症効果、さらに発電機の遅延効果が得られると。いけるかな。よいしょ。そしてその、おおい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 、あ、最悪、千載一遇のチャンスをバカ。そしてその怪我を、死恐怖症とピエロ恐怖症によって、え、何それ何それ、なんか今回のサバイバーおかしくない。何してんのこれ。しゃがんでたとこに連れてきてしまったの。とりあえず殴るか。肉壁。まあこうやって怪我人を増やすのが、まず一つの目的。チェーンソーできればあったいけどね。どのぐらい発電機が遅くなるんか知らんけど。で、直そうとしてたらナースコールで見つけるとしたいんやけども、この辺まだ板あるよな。まあ板使ってもらおうか今は。でも最終的にやっぱチェーンソー当てた方がええんかな。どう思います。あ、食らうか。食らったらあかんやろ。食らうつもりないのに食らうよな。お、危な。めっちゃ血出てんな、かわいそうに。ちょっとイベントフックまで持っていってる余裕ないな。あれ、ん、どこや。いや、救助めちゃめちゃ早い。どうなってんねん。ここの板って、いやいやいや、あはー、もう難しいわー。ああいうとこで繊細な操作できんとな。よし、でもなんかとにかく救助めちゃめちゃ早いやつがおるからなんかうまいこといったもんな。
あ、おったおった。中行った。よいしょ。さあ、帰ってみるか。どう？どう？どうなの？来るの？来ないの？好きなの？この子のこと。誰に言うてんのかわからんけど。地下室じゃないねんな。まあええか。はいはい。やっぱ好きなの？助けるってことは。よいしょ。さあ、心音を聞かせて治療をしにくくさせよう。よいしょ。どっかにおるはずやな。おったおった。治療遅いよ。よいしょ。さあ、この状況厳しいな。どうするんやろ。お、走ってる跡あるやん。マジか。お、救助行ってる。あ、いや、じゃあこれ釣ろ。とりあえず釣ってから帰ろ。イベントフックも近い。よいしょ。さあ、ピエロ恐怖症間に合うかな。今一瞬見えたな。おらー起こされる瞬間が見えた。ピエロが追いついてきた。死の恐怖とピエロが走って追いついてきた。よし、いい展開やね。常に誰か一人釣られてるっていう。ヒルビリー戦で怖いパターンやね。はい、よし、圧電機も蹴っていくか。おお、そこにおるんや。なかなか直せへんでしょう、僕が怖いから。お、こっちか。あの寝てるフェンミンだってそうそう起こされへんやろ。よし、俺の心音範囲内では。起こされてる。でもこの辺におるってことやな。どこやったっけ、この辺でピーって言わしたから。おお、とった。おお、しまった。うるっ、気合。前か、釣るか。そこの発電機蹴りたいな。で、死が確定してもがくのをやめた人は遠慮なく一番めんどくさそうな遠くのフックに釣ります。ありがとうございます。3釣り目でももがいた方がいいよな。どうせ自分には関係ないしって言うのもわかるけどね。お、違うか、壁に痕跡がついてたように見えた。おー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 、どうもどうもどうも。あ、怪我治ってるじゃないですか。よいしょこれは発電機がもう途中からピタッと止まってるね。チェーンソーの重傷効果と発電機の修理遅延が決まってんのかな。でまだこれほらもがいてないからもがいてないから
じゃあこの人抱えたまま探そうかな、最後のサバイバー。どこや、お、どこや。一人だけ全く姿見てない気がすんねんな。どこや、お、あ、もがき出した気づかれた。もがくんやったら釣るわ。よいしょ。さあ発電機残り3やからハッチは出るんよな。もがき出すんやったらイベントフック釣っときゃよかったな。そら、いつまでも抱えられてはないか。走り回ってみるか。おお、ここやん。どこかな、どこやろ。マジで一回も姿見てないんちゃうか。もうええか、この時間不毛やし。出られるんやったら出られる。でもいや、なんか一切走ったりもしてなさそうや。あー、まあまあまあ別に終わりは、ハッチ戦はもうどうでもいいや。死ぬのも怖いし、ピエロも怖い、血もいっぱい出るし、チェーンソーで切られたら作業どころじゃなくなるっていうやつ。自分じゃ分かりませんけど、うまいこと言ったのかな。こういうはどうもあるんやね。怪我治すのめっちゃ遅かったんかな。サバイバー視点で見てみたいとこですけどね。はい、ありがとうございました。